今回は、劇場版名探偵コナン炎上に対する解説と、ネットの反応をお届けします。名探偵コナン黒金のサブマリンは、4月14日から全国で上映が開始された、名探偵コナン、劇場版シリーズの26作目なんだけど、試写会が4月4日に開催され、それを見た中国人のファンがウェイボーでネタバレをしてしまい、それに怒った一部の過激な中国人が公式のツイッターに押し寄せる結果になってしまった。ネタバレした人に怒るんじゃなくて公式に怒ってるの？どういうことなの？まず大前提として、映画が一般公開される前に試写会などで知った内容を、まだ見ていない人に内容がわかるような状態で拡散するのは、重大なマナー違反であるだけでなく、著作権上でも大いに問題がある行為なんだ。映画だけじゃなく出版物もそうだよね。どんなコンテンツだろうと、一部の人しか結末を知らない状態で、詳細にわたってネタバレしてはいけないんだ。つまり今回、それが起きてしまったということね。そういうこと。試写会を見た人がウェイボーでネタバレをしてしまったことと、そして、その内容に対して怒った人たちが公式に対して誹謗中傷まがいの抗議をしたこと、この2点で炎上してしまったんだ。そんなに過激な抗議だったの？そもそも、誰が何に対して怒っているの？一言で言ってしまうと、一部の過激な毛利蘭のファンが今回の映画の結末に納得がいかないと公式に抗議しているんだ。え、でも今回の映画は灰原哀ちゃんがメインの作品なんでしょ？蘭姉ちゃんの出番は少ないんじゃないの？そう。最初から公式でもそう歌っているし、蘭はそもそも人物相関図に名前すら掲載されていない。そもそも愛ちゃんとコナンくんの作品なのに、それに対して蘭姉ちゃん派が抗議するのはちょっと違うと思うけど。しかもやり方が過激すぎるんだよ。公式のツイッターのリプランにこんな画像を貼り付けてる人たちがたくさんいるんだ。これは引くわ。乾杯とうって何？読み方がそれで合ってるかわからないけど、公式、という意味らしい。新蘭、は新一と蘭のことだ。公式カップルを尊重しろという意味か。なるほどね。抗議だけでなく、映画スタッフや原作者に対する誹謗中傷が相次ぎ、公式のリプランが大炎上してしまい、一般のファンが困惑する事態に発展してしまった。これはひどいわ。コナンのファンがこんなだと思われたくないと、日本人はもちろん、同じ中国や他の外国のファンたちも苦言を呈していたんだが、ネタバレや誹謗中傷は一向にやまず、ついに公式から次のようなお達しが出たんだ。いつも多大なる応援をありがとうございます。公式アカウント及びスタッフ、関係者の投稿へのリプライ、そしてリプライ欄の表示について、多くの方にご意見をいただいており、リプライ欄の閉鎖も検討いたしましたが、劇場版の公開を楽しみに待ってくださっているお客様、そして温かな期待を寄せてくださっているお客様が、数多くいてくださることを鑑み、現状は閉鎖せずに現行の運用継続を予定しております。どうか配慮のあるご投稿をお願いできますと幸いです。公式がこんな通達を出すなんてよっぽどのことだわ。そのお達しにもまだこんなリプを送りつけてる連中がいて、さすがに他の常識的なファンたちから呆れられている。これはちょっとひどすぎるわね。続いて、この件に関するネットの反応を見てみよう。結構楽しみにしてたんだけど何？不要なの？何事？新一とランちゃんカップリング一筋の、一部の中国人が愛ちゃんとコナン君のとあるシーンにぶち切れ、原作者や公式さんに批判や誹謗中傷を連投してるだけ。厄介な各中ってどの国にもいるんですね。そんなマジになる話題なんかこれ。ランは新一とのカップリングだろ。コナンとはあくまでもお姉さんと子供や。海外では角かす信者多いのか。名探偵コナンは中国人のファンがやばいんや。中国人なんで灰原嫌いなん。なんでこんなことになってるのかわからん。つのかっさー。まだ公開されてもないのになんで切れてんの。ヒント、昨日試写会。なんとなく理解したけど、新一と角のカップリングが好きだからコナンと灰原の絡みを見たくないってこと？とにかくコナン新一と蘭以外の組み合わせを認めたくないんや。この中国人グループは二次創作にも集団で襲ってくるからほんまにヤバい。意味不明でくさ、大変やな。灰原の方が可愛いじゃん。灰原可愛いから好きやのにワイが男やからか。中国人はコナンに限らず公式のカップリングが正義で絶対固定思考なんやで。工藤新一は浮気者ではないでくさ。中国は浮気性な男に厳しいのかもしれん。赤色の画像怖い。いかにも中国人が作った画像とやり方で草生える。上映前に荒れると爆売れする法則。コナン映画、つい200億の仲間入りやな。コナン映画のツイッターとかいつも荒れとるやろ。そんなに踏み込んでた内容なのか、それとも暴れてるのが画面に出るだけで発狂するような強烈なアイアンチなのか。
新蘭って蘭姉ちゃんに新しい設定でも追加されたんかと思ったけどカップリングか。こういう表現ってまだ生きてるんやな。毛利蘭と工藤新一の人格を尊重しなさいで草生える。もう間取って蘭と灰原付き合わせて百合展開でよくないか。バロー、俺も混ぜろ。確かにもう蘭と付き合ってるのに灰原ヒロインはおかしいんよな。やるのが10年遅いわ。灰原はもうあって蘭蘇らせるしか幸せになる方法なくない？姉の恋人に幸せにしてもらえ。親戚やけど光彦よりマシやろ。なんやこれカップリング共振者なんか？そうみたいやな。蘭姉ちゃん派が暴れててくさ、内容がヤバすぎるやろ。ほうばい、中国人だった。ネタ抜きで蘭が一番ええやろ、声も。灰原の方がどう考えても可愛いやん。寸胴法ロリとか最高すぎやろ。各中怖すぎ。カップリング中ってどこの国でもやべえやつばかりなのくさ。ユニクロも怖い推しだというのに。世界では蘭姉ちゃんの方が人気だからね。灰原はコナンとくっつくのが角で確定しとるからこそにじみ出るヒロイン感やろ。灰原とくっついたらあかんわ。指揮者は灰原が可愛いのは負けヒロインの不憫さありきなので正ヒロインになったら魅力半減やぞ。中国人って純愛が好みなんか。灰原派ってコナンと悩みを共有した孤独なキャラって設定が好きなだけでキャラ本体を好きなわけではないんよな。圧倒的な不憫、ヒロインが作者から超愛されてて価値隠してるって状態やのになんでやれるねん。最後は角とくっつくんやから高みの見物すればいいのに。コナン、ラーン。ラン、新一。どうせ今回もこれあるんやろ？もともと最近の映画はランが蚊帳の外でほぼ物語に絡んでこないので不満の声はあったんや。そして今作でとうとう中国で火がついた。自分の思い通りにならなかったから暴れてるん。女向けに書き出した作品ってこれがあるから嫌やわ。ワイも灰原のが好きやけど青山が書いてるんやからどうせランとくっつくやろ。最後には蘭派が勝つんやから別に良くないか。公開前から炎上してるのか。公衆爆死してもスピッツのせいにされなそうでよかったわ。原作者以外愛推しという事実。はぁ、あゆみちゃん推しの愛を切れさせたな。ちょっと前までは灰原オタがヤバかったという風潮。コナンいつからこんななってしまったんや。原作者以外は灰原推し。とかいうやつ丸出しのノリで話作るからこうなるんやろ。今さら灰原にフラグ押し付けてももう手遅れやねん。みんなが怖い押しすぎたせいで新蘭派が壊れちゃった。もう誰も黒の組織なんかに興味なさそう。博士がコナンと新一分裂する薬作ればええだけや。コナン、新一、分離。コナン、俺は灰原と付き合うぜ。新一、俺は蘭と、これで全て解決するんよな。なんかくさ。ガンツやん。呆れる声しか出ないわね。最近のコナンは子供向けというより女性向けにシフトして人気を継続させようとしてきたから。こういう事態が起きることも考えなきゃいけなかったという見方もあるけど、それと過激な抗議や誹謗中傷は全く別の話だからな。その通りだと思うわ。何より他の常識的なファンの人たちがこんなことで心を痛めてしまうのが気の毒だわ。皆さんはどう思われましたか？この件に関するコメントをお寄せください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。